昨日から愛知県常滑市で開催されている SDGs のイベント。会場にはおよそ100のブースが出展しています。コーヒーのいい匂いがしますね。ちょっとあっち行ってみましょうか。向かった先にあったのはコーヒーのブース。早速いただいてみると、飲んだ後にちょっと甘みが口の中で広がるようなフルーティーな味わいがあります。コーヒーだし、いかがですか？ハイチのコーヒーです。コーヒーの試飲と販売をしているのは名古屋市の桜花学園高校の生徒たちです。いいね、いい香りしてる。来場者にも人気なこのコーヒー、彼女たちが選んだのには深い訳がありました。このコーヒーはフェアトレードというコーヒーなので、ちゃんとした適正な価格でハイチの子どもたちの手助けをすることができます。フェアトレードとは適正な価格での取引のこと。現在ハイチなどの途上国は先進国と適正な取引ができず、貧困から脱却できないことが大きな問題となっています。 SDGs が掲げる17の目標のほぼ全てに関係しているのがフェアトレードの取り組みです。コーヒーを買っていただくことで、この国の生活の支援をすることができるいいコーヒーになっています。先月、桜花学園高校の生徒たちは本番に向けて準備をしていました。新聞バッグ作ってます。 SDGs ということで、新聞とか燃やしちゃうと二酸化炭素ができて、きっと地球温暖化につながっちゃったりっていうことがあるので、それなら新聞をうまく利用してカバンとして、でコーヒーを入れてそれで使っていこうというふうな感じになってます。生徒たちは丁寧に新聞紙を折りたたんでコーヒーを入れるバッグを作っていました。丈夫ですよね。生徒たちはフェアトレードを通して様々なことを学んでいます。世界のこういう貧困国で起こっている現状を知って、自分たちができることがたくさんあると思う。このコーヒープロジェクトを通してやはり教育が大切だと身に染みて感じたので、ゆくゆくは伝統上国の子どもたちが平等な教育を受けられる機会を提供したいと思っています。